一塁線フェア、山川自分でベースカバー、これを抑えてのベースタッチです。すごい打球でしたが山川が抑えました。ランナー二塁残塁です。高橋コーナー、まずは初回0点での立ち上がりです。源田バックハンドから、はい、今日も通常営業です。セカンドの前です。一塁は間に合いました。スリーアウト。やっぱりまっすぐ今日少ないな、変化球多いなっていうと、やっぱ変化球狙いたくなりますもんね。ああ、これはうまい。あのタイミングで半身徐々に下がりながら最後合わせました。これがヒットになるとね、ピッチャーからすると嫌なんですが、スタートを切った。セカンド送球、いいボールいってるぞ。タッチはアウト。いいボールいきました、森友哉。素晴らしい逆方向取った。一塁はいいプレーだ、石井が見せました。スタートファウルです。え、取った、取ってますか。あ、取りました。西川フェンス手前で取りました。これはナイスプレー。なかなか難しい。茶返しショート源田から自分でベースタッチ、一塁ランニングスローでした。ダブルプレー完成です。仕上げた左中間だ、左中間若林チェイス、若林脚力効いた、若林が掴んでスリーアウト。変化量なんかでもそのボールの軌道を変えたりするんで。さあ風がありますよ、レフトです。どうでしょう、センターですよ。最後は取りました辰巳です。カメラさんも思わずレフトかセンターかというところで、20打席ヒットがありません。ここは打ち上げた、しかしキャッチャー難しいフライになります。風が10メートルの現状で取りました、取り切りました。さあボール2となったランナースタート。太田二塁はどうだ、タッチアウトです。盗塁失敗、カウントはボールで3ボールになったレアード。中村は盗塁失敗に終わりました。流し打ち、ショートバウンド変わったんですが、小深田取って一塁アウトです。ここは小深田ですね。バウン一二塁間、しぶとく抜けない浅村、どうだ一塁アウト。これはスーパープレー、浅村がこのレアマーティンのヒット1本を阻止しました。これはね、素晴らしい、すごいプレーなんですけど、もっとすごいのが、はい、スリップしてるでしょ。そうですね、だから自分で早く投げたいんですけど投げれないんですよ、この後ですね。はい、でこれ本当にセカンド浅村、どうだアウト。ここは詰まっています。サードの安田帽子を飛ばして取りました、ワンアウトです。あとは佐々木朗希投手も次の登板機会というのがいつになるのかによっても先発の駒いずれも揃えています。この回3点、そしてスクイズに行ったんですが、ここはエムラ取っています。ナイスプレー、もうエムラ大変です。3回目です飛び込んだのは、今度は自分でもぎ取りました。ナイスプレーですよ。昨日もただイーグルスは